この場を借りて、ちょっと最初に、結構、僕自身が疑問ではないですけど、はい、あの、ありがたいことに思ってたのが、なんで呼んでくれたんだろうな、みたいな。はい。ピボットに、結構僕、ニュースピックスの頃から佐々木さん見てて、ウィークリー落合とか好きであ。ありがとうございます。そうなんですよ。すごい好きで、で、社長改造計画とかを見てたんで。あ恐縮です。そんな方が、こう、サッカーのコンテンツで、あ、僕、出る側になれるんだ、みたいに思ったんですよ。うん。んで、そのあたりで、佐々木さん、 なんでいろんな人いる中であレオザフトボール読んでみようと思ってくださったのかなと思って結構一番のきっかけでいうと、はい、やっぱり木崎さんですねあそうなんですねはい私木崎信也さんもいつも出てくれるじゃないですか、うん、もう木崎さんと付き合いどれぐらいですかねもう10年以上もっとかな、はい、東洋経済時代に、はい、あの私紙の方の編集者やってたんですよ、うん そこでやっぱサッカーの連載を始めようって時に、はい、やっぱ木崎さんの、あれですね、あれドイツワールドカップかなドイツワールドカップに負けた時の評論、はい、ナンバーに載ってた彼の評論、中田がどうダメだったのかなとか、はい、このチームがなんでうまくいかなかったのかみたいな評論を読んで、はい、この人に書いてほしいと思って惚れたのがきっかけなんですね。ああ、そうなんですね。それ以来もサッカーといえば木崎さんっていうことで、木崎さんとずっと付き合ってきた、うん、その木崎さんが、はい、もレオザさんはもう絶対、 やっぱり一番信頼する人の推薦をやっぱり一番私は信じるのでああそういうことだったんです,かここからですね。いやで一番感謝してしてまうかもしれ本当 <laughs>、はい、木崎さんに関してはそれこそ僕はあの別に誰にもそういうわけじゃないですけど木崎さんの場合はむしろ木崎さんが受け身の取り方うまいんで <laughs> なんか他のジャーナリストの方だったりとかサッカー業界人だったらここまで言うとちょっとですか僕が悪いやつに移ったり。 受け取る人も大変だろうなと思ってやめるところを木崎さんの場合2段階ぐらい行ってこうじゃないですかみたいな感じでバッと行くんですよなのにそれ受け止めてなおかつ佐々木さんにも紹介してくれてたっていうのは本当なんか器の大きさ感じますねいや木崎さんはなんか本当チャレンジャーっていうかおもしがり屋ですよね。うん、うんジャーナリズム魂があるとも言いますし そうですよね,ね<ー>それが表情に全く出ないのもいいっすよね。<laughs> そうですね。で木崎さんがあんなに動画もうまいとは私は思いませんでしたね。<laughs> あ,あそうなんですか。か<章>書き手の方のイメージだったんですか。そうですね。書き手でもうめちゃくちゃ文章もうまいんで、ど、はい、も,もう今、話し手としてもね、木崎さん、すごく、ね、魅力的だし、あと人をやっぱ見抜く目って、ね、面白い人を探してくる、プロデューサーとしての発掘もうまいですよね。確かかかに風間ささんんとと本田圭介さんとか うん、もういろんなそういうところであの、ちゃんとキュレーターとしての強さを感じますよね、木崎そうですね、その木崎イズムを、ね、受けてるのがまた三村さんだったり、はい、その2人の共通の主張がやっぱり金子達人さんですよね。そうですよね、やっぱりその文体というか、うん、なんかそういうあの、ちゃんと自分なりの角度の見つけ方と指し方と広げ方がある感じしますよね。まあすね金子達人さんんの本も私も私全部読んではい はい、あのお会いさせていただいたこともあるんですが、なんであの差別というか、あの流れ、はい、あのグループの人たち、やっぱりみんな面白いですよね面白いですね、確かにあの、終わった後とかも食事させていただくときとか、そういう日本代表のいろんな話教えていただいたり、サッカーのそういう昔の話からいろいろ教えていただくっていうありますからね。んっです今日あのピボットの収録だったんですよ チャンピオンズリーグの予想とかそういうのするやつなんですけど。今日、木崎さんと小沢さんとの、木崎さん小沢さんとのピーポットでね、めちゃくちゃ内容濃い回になってるんで、ピーポットすごい楽し、すぐ、すぐ上がるらしいんで、聞いたら。お楽しみにって感じです。なんか木崎さんと仲良くなりすぎて、木崎さんが最初言ったことに、いやでもそれって、みたいな感じで入っちゃったから、なんかそれ気にしてました。うわ、なんか、悪い感じに映ったかな、みたいな。なんでだろうね、あの、レオザ学園のイベントでもそうなんだけど、いや、木崎さんそれ違うくらいですか、みたいな感じで、木崎さんだと言えちゃうから、木崎 木崎さんのなんかこう、引き出さしっぷりというか、他の人だと気使ってはくり言わないようにしようみたいな、もう知らないふりしようみたいなあるけどね、それあ悪いことしたな、木崎さんにと思いながら、なんかちょっときちょい気にしながら帰ってきてもしたけど、逆に木崎さん、小沢さん、出川さん信頼してちょっと強めに振ったりしてますよ、それに返していくかもしれない。あ、そうだわそう、だからそれも、あ、そうそう、なんかね、リレーショナリズムみたいな、リレーショナルプレイって聞いたことある、関係性を重視するみたいな。で、ポジショナルプレイとは配置とか戦術だけど、リレーショナルプレイは人同士の関係性だみたいな。 前線のワンツーとかって言われて、まあ、これレオさん嫌いな考えでしょうけどって言われて、いや、そんなことないですよって言って、前線はコンビネーションだったりフィニッシュ即興のとこあるから、そこにボールをたくさん配球するために配置が大事だから、ポジショナルプレーの先の話なんですよ。実際にポジションを配置だけこだわって点取ってるチームなんていないんで、リエーショナルプレーはずっとあったもので、それを たくさんチャンスにつなげるためのポジショナルプレイなんですよみたいな話だから、よく考えたら煽られてたな。<laughs> そうだな。うん。大丈夫だわ。木崎さんが悪いわ。<laughs> あれ、木崎さん悪かったわ。うん。さっきの発言撤回します。なんで、まあそういうのも含めて、ピボットお楽しみに。そうだわ。ネオさん的には嫌だと思いますけどね。うんって、あの、いつもの顔されて。で、どうですかって佐々木さんに言われてみた。そうだわ。俺、ただ罠に引っかかったわけあれで、あれでピボット炎上したら俺悔しいな。 <laughs> そうだ、俺がバカすぎてその前段階忘れてたわ。ありがとう思い出させてくれて、白崎くん。だってトーク番組なんかリレーショナルプレイですからね、今のも。木崎さんが、レオさんならこれうまく返せるでしょうで。そこのリレーショナルがあるからね、台本っていうポジショナルな部分じゃないからね。いや、木崎さん、罠だったなぁ。 木崎さん罠張りがちだよ前もね、レオさんこの後何してますかって言って、飯誘われてると思ってさ、この後時間ありますよって言ったら、今日ちょっと僕無理なんでって言って、いや、それおかしいでしょ、みたいな。<laughs> 前このチャットであったよね。そうだ、木崎さん罠張りがちなんだな。遊戯王とかやったらうまいんだろうな、木崎さん。デュエルマスターって遠藤渡ると木崎さんのことだったんだね。木崎さん、企んでる顔してたな、そういえば。そうだわ。ちょっと俺を守ってくれよ、ピボットの動画出たら。<laughs> まあ、ピボットは逆に、だからレオさん、あの、佐々木さんも驚いていて、こんなにやっぱりレオさんのその解説の分かりやすさが収録の時も驚いてましたけども、さらに嬉しい驚きというのは、やっぱり再生回数がすごい伸びて、合計50万再生ぐらい多分いったと思うんですよ、えー、レオさんの回が。それで第2弾もまたやりたいっていうことなんですけども、あのシーズン開幕前に。<ー>佐々木さんも驚いてましたねなんなん。僕も驚いたんですよ。なんでそんなに数字がピボットとしてもいくんだろうなっていうのは、まあ、完全にレオさんにあやかった数字でしたけどね。 全然やめてください。いや、そんなことい。さき <laughs> さん、あの、ちょうど僕、あの、今日、森田さんの回全部見れまして。おお<ー>めっちゃ面白かったです。あれ、結構、レオさんの言ってことと共通点もありましたね。アーセナルの内側に出す話とかも、<laughs> 周期学に出てきますけども、あの、あ<ー>まあ、森田選手も言ってましたもんね。ん感じました。うん、思いました。うん、共通点はいくつかあるなってやっぱ思いましたし、根本の発想一緒ですよね。あの、ちゃんと下から組み立てて、でゴールまでの道筋を作るっていうのが、 まあ、まさに、アモリム監督が実行してるんだなって感じましたし、で、共通点、その本にも出てくる、アーセナルの内側に出すパス、立て、はい、立てっていう、まあ、ためパスになっちゃうところをはめてない、ちゃんとずらしてるっていうのは、あの、偶然にも一致していて、まあ、面白かったですよね。いや、あと、あれなんですよ、ちょっと、僕やっぱ、さアモリムさすがだなって思ったのが、なんですか、根っこの、言葉は違うんですけど、根っこ一緒だなって思ったのが、ポイント論の話で、ボランチの選手が相手の最初の、 プレスの真後ろっていうか、すぐ後ろに立って、高い位置取りすぎないと。そうすることによって、相手のボランチ引き出せるんで、味方のアタッカー陣にスペースが共有されるって、もたらされるって話してたじゃないですか。あれって、あの、この中で言ってるポイント論の、ボールホルダーに、あの、相対する敵の斜め後ろのところと一緒なんですよね。立ち位置と。なるほど。確かに。で、そこに立つことによって相手引き出されるんで、奥に飛ばした時にスペースあって、うん、ちゃんとそこ立ってる人が上がっていけば、相手は戻るの大変ですけど、こっちは、ボール、 飛んだ後に前向きに回収できるんで。なんでそこも結構うちに来た選手とかも、え、こんなに下がっていいんですかボランチみたいな。いや、下がるからいいんだと。下がるからこそ、あの、相手のフォワードよりは下がらないですけど、それによってボールをもらえるし、相手のボランチ引き出すから飛ばした時に有効なんだっていう話をしてて。なるほど。そうか。ポイント理論をやろうとすると、そのピッチ上でその選手がやるとすると結構やっぱ引いてくるっていうか印象を受けるわけですね。やる人、やる人にとっては。 なんで相手のトップの選手がキーパーまでプレスかけるパターンもあるじゃないですか。そうするとセンターバックとかキーパーの横にパスコースを作るんで、相手のフォワードの後ろに立とうとしたらキーパーの目の前まで降りてかなきゃいけないみたいなのがあるんですよ。おお、なるほど。 で、それって違和感あるんですかキーパーの前までボランチ降りてくるのみたいな。でも、それやることによって、ちゃんとパスコースが繋がってたら、相手のボランチ出てくるんで、より一層、相手のディフェンスライン前にはスペースが出てくるんですよね。なるほど。一応、この、ね、手計学にも書かれてるわけですけど、改めてポイント理論、じゃあ、ちょっとここで、視聴者の人のために YouTube で流してると思うんで、教えてほしいんですけども、はい、相対する敵の、えー、Y 字の後ろというかね y、Y 型の点、やや後ろって感じですから、相手のやや後ろにポイントを作って、そこに受け手が立ってほしいってことでしたっけもう一回。 説明お願いします。すみません。なんか、木崎さん呼んで、聞かれてる感じになって申し訳ない <laughs> いやいやいや、はい。で、今言ったやつは、赤が攻めてる側でボール持ってセンターバック横作ったときに、相手の守備側の青のチームのフォワードが前にプレスかけてくると、ポイントがボールホルダーに対する相手の斜め後ろになるんで、こういったところにボランチが立たなきゃいけないんですよね。このボールホルダーに近い相手の斜め後ろになるんでワイってなると、ここで当て,て落としたりしたら、アモリもやってるでしょうし、デゼルビトがやるレイオフ、当てて落とすっていうのになる。 で、それを嫌がった相手が前プレをこういうふうにかけてきたとすると、ここが開くっていう。で、ここに対して飛ばすんですよっていう、あの、森田さんがピボットでおっしゃってたんで。はい、なんでこれもポイント理論をやってると、同じような現象になりますし、まあ当然相手はここを嫌でこう詰めてきたら裏にスペース空くんで一番楽な状況になるっていう。うん、なるほど。なんでそこも、あの、言葉が全然違うんですけど、実際は起こそうとしてる現象が一緒で、その現象を起こすために重要な部分っていうのが一緒なんで、あその辺も。 やっぱ、アモリムすごいですし、なんか、もしかしたら森田さんが僕見てくれているのもそういうところで合致するところがあるからなのかなとか思いながら。ああ、どっか共通点、その言葉の定義違っても描いてるものは一緒だから話は通じるってのがあったんでしょうね。私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから JD が輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。